どうも鳥山です。約4年ぶりのバスケに、来ました。僕の個人 YouTube なんですけど、実家暮らしの YouTube あ、してくれてですか。小林さんです。魂です。小林と言います。お願いします。4年ぶりの僕バスケなんですけど、前多分バスケしたの最後なんですよ。鳥山と俺 初バスケじゃない。違いますよ。いや漫才はしたことあるけど。なんで逆に漫才したことあるの。そっちの方が珍しいだろ。そっち忘れたの。漫才はめっちゃ覚えてます。漫才覚えてますし、バスケも覚えてます。僕はバスケはしてない。いやいや、したよな。したけどね。いや、しましたよ。ここでやりましたよ俺。いいしてない。いやいや、したのよ。固くなだな。ダークローさん、あ、お願いします。お願いします。この間もそう、慶応の話でね、はい、やってくれたから。4年ぶりちょっとシュートするから取ってくんない。大丈夫、マジ怪我すんだよ本当に。いや、なんかゆっくりやる今日は。ゆっくりね、うん、お願いします。ありがとうね、バッシュも。いえいえ、わざわざなんか持ってきてくれて。鳥山さん以前ね、バッシュ壊しちゃったから。あ、よく覚えてた。よく覚えてた。先にインタビュー撮っておいてよかったわ。あの二人で話しといて。あれよ。あれで思い出した、うん、どっちか履きやすい方が。あ、マジでいいから、うん、ありがとう。いや、ずっと待ってるんですよ。いや、ずっと待ってるんですよ、こっちは。いや、待って、いや、全然待ってるんだけど。ノー編集でしょ。ノー編集でしょ。こんな高かったっけ。ああ、やっと入った。逆にすごくない。とりあえずゴール下はちょっとまずいですって。ほら、あ、いいじゃん。全然届いてねえじゃん。全然届いてねえし、飛んでねえ。いや、その気持ちは大事だけど、感覚として全部入ってる。いいね。とりあえず なんでその左足こうやって前出すの。分かんない。俺も初めてのことだから戸惑ってる。ちょなんかシュートホームがね、思い出した。なんか、うん、なんで左足出ちゃうの。なんでだ、両足で飛んでなんで左足出ちゃうの。分かんないじゃん。分かんないじゃん。この後の蹴り出すんだよ、なんかシュート打った後に。なんでか出ちゃうの、うん、もう戻ってきたよ、感覚。あ、いいね、いいね。ほら、おー、ほんとだ、いいね。ほら、鳥山さん、あの中学時代なんかシューターって前言ってたじゃん。うん、ちょ、スリーポイント打ってみて。おお、おお、あれ ?3 の方が入んじゃない。おお、3の方が惜しいよ、なんか。おお、はい、なんでわし今 OK いや、OK じゃないですよ。声出してるよ、だいぶ。いや、全然出てないっすよ。帰ります。いや、まだ全然ですよ。10分経ってないぐらいですよ、まだ。全然ですよ。お疲れした。いやいや、早い早い早い。
ました。また。鳥山さん優勝して泣いてるんですか。勝ったかな。はい、勝った。勝った。2対2勝った全国の切符手に入れました。入れた2対2で入れられないんですよね。バスケットすごいな、マジで。あれ、顔変わってません、鳥山さん。本当に走ってる時に意識だけ前行ってるのに、うん、足がついてきてないの。